きれどうぞ。鏡君って嫌なやつだったんですね。僕も影やめます。なんでだよ。マジで頭ん中食う寝るバスケしかないんだな。栄養満点特製ちゃんこ鍋よ。普通だとごめん、意外すぎて。黒子くん、まず一口食べてごらんよ。なんでバナナ入ってんの。他は普通みたいだし。なんでイチゴ入ってんの。美味しいかもしれないです。こういうフルーティーな感じもいいかも。うまいです。さくらんぼ。てめえいつから。今日はありがとうございました。試合が終わってみんなでご飯を食べて、ただそう思ったんです。ったく、相変わらずこっぱずかしいことしれっと言うな、てめえは。どうしたんだよ、おい。そんなことがあるのか。まずさによるダメージが遅れてやってくる鍋。だから、みんな帰ったらすぐ寝ろよ。死ぬかと思った。Hey, what's going on? I missed you so much. 鏡の師匠。Ah, I've got it. Not just shut it and put your pants on. じゃあ日本語でいいぞ。大学で専攻してたし、タイガにも習ったからな。アレクサンドラ・ガルシア、向こうの大学バスケの州チャンピオン。もう引退したけどな。それで、なんで日本に。日本の女子はキュートだね。それで、なんで日本に来たんですか。なるほどな。鬱憤晴らしにストリートのコートに通ってた。突然こいつと達也が弟子にしてくれとか言ってきたんだけど、気がつけば私も笑ってバスケをしていた。でもまだ戦うって決まってませんよ。 What?じゃあ私も一緒に行く。連れてってくれ。正直日本のバスケを舐めてたとこあったんだが、謝らなきゃならねえな、こりゃ。それに選手一人一人もなかなか粒揃いじゃねえの。去年インターハイベスト4まで行った大仁田高の小林圭介、全国でも屈指の選手だ。あいつはいいもん持ってる。今日の相手は全てのチームが各県から選ばれた強豪だ。弱いはずがない。どうも。どうもじゃねえよ。それはつまりシュートのことよ。いずれバニシングドライブは使えなくなる。え、なんで。ヘルプが来て空いたスペースにパス、これが今までの基本パターン。習得戦切り裂き戦では数度しか使わなかったからボロが出なかったし、鉄平の言ったことを敵がしてくるのは必然よ。対戦相手に二度と使えないのはもちろん、この先を戦うには黒子くんのシュート力アップは必要不可欠ってことね。どうですか。知らねえよ。任した相手に翌日シュートを教えろっつってくる方がどうかしてるわ。寝てねえんだよ、あれから。え、体はヘトヘトなのに忘れかけて懐かしんでは見たものの、最悪の夜だったぜ。だからこそ今はバスケが早くしたくてしょうがねえ。話してたらなんかマジでバスケやりたくなってきたわ。シュート教えてやるっつってんだよ。いいからとっとと打て、時間ねえんだろ。さすがに疲れは残るか。深夜までアレックスの特訓だったからな。初日と2日目で1回戦全試合を消化。この日1日で16試合、全チームが激突する。スタートはこの5人で行くわよ。おう。ダメだ、追いつけない。理由はまあ2つや。毎試合そんな風にやれるわけない。もう一つは。みんな分かっていると思うが、俺らが目指してるのはここだ。一校一校が予選で散ったチームの思いを背負って出てきてる。そんな奴らを全て倒した一校しかなれないんだ。
わずかでも気を抜けば致命的なんだ。頭じゃ分かってたんだけど。勝つ入れるために一発景気いいの頼むわ。じゃあ行くぞ。ヤバかったら早めに。ああ？ここでお前らに頼らなきゃ勝てねえようじゃ日本一なんて言う資格ねえだろ。あいつらは。達也、会いたかったぜ。おい、とりあえずどこか二人になれる場所へ行こうか。いつまでも子供扱いするのはやめてくれないか。タイガはもう敵でしかないし。けどもう俺は君より強い。尋常じゃないぞこれは。2試合連続無失点。これが陽線高校。いいんじゃないですかね。骨がある攻撃力だけならもはや今大会一と言ってもいい。最強の矛と盾、どちらが上かな。これならまあ実戦でもなんとか使えんだろう。邪魔しに来たんなら帰れよおい。大ちゃん。はい、行くぞ。来たぞ。分かってると思うけど今日の相手は東欧と同じかそれ以上。全開スタートで行くわよ。よっしゃ。特訓のせいか期待してるぜ二人とも。当然。そう、セリーファイ。だがやることはいつもと変わらない。夏のストバス以来だね。達也、あの頃のままでいたかったよ。なんつう威圧感。ワンパスのみで攻撃サイドを瞬時に切り替えることは不可能なのよ。しゃ、ナイスパス記録。バカな、なんで。そういうわけじゃ。絶対的守備力を持つあいつに限っては良しとするさ。バケ。まずい。フィールドゴールの確率ってのはだいたい 5、6 割。重いぞ。これはきつそうですね。もっとでけえもん掴みてんならこれぐらいは余裕で掴んでみせろい。紫原くんの守備範囲は3ポイントエリア内すべて。勝つためにはどうしても中から取らなきゃダメだ。この攻めが無得点で終わるようなら。これは こんなところで終わらせません。なのに、なんだ。いや、そのシュートはお前でも止められねえよ、紫原。11番がシュートを決めたじゃと。青峰君はどうやってシュートしてるんですか。もう少し具体的にお願いします。シュートとパスは全然違います。自分の打ちやすいように手のひらで押すように放つんだ。龍に7番。くそ。こいつのサイズとパワー、しかも明らかに元センターの動きだ。岡村のゴールスター。待てよ、でかいから気をつけろってことは。言ったろ、負けねえって。てめえのでかさにつられて無意識に重心を下げきれてなかった。カウンター。黒子に頼り切った攻めのままでは後半必ずツケが来る。後半
セイリンは11番クロコを下げるはずだ。おそらくミスディレクションにも関係がある。けど逆に東王戦の時のように出し続けて。オフェンスはクロコ君抜きで、何としても紫原君から点を取ること。12番、氷室君。つまりうちが勝つためには鏡君が氷室君を。そしてエース鏡の相手はお前だ、氷室。コテンパンにしてきてください。足りねえだろうが、任せとけ。鉄を引っ込めてきたか。しかもこれ、こちらの策にも全く動揺がないわね。遠慮なくやろうぜ達也。